はい、ではね、次はね、定量分析いきたいと思いますね。あ、面とか線とかね、マニュアル見れば書いてある。あ、全部書いてありますよ。定性、線、面、定量どうやってやるかっていうのマニュアル見れば書いてあります。あの、この分厚いですね、ブルーのやつ読めば書いてあります。これを読めばね、誰も読みたくないと思いますけど書いてあります。それでやればいいです。まあ、そんなことはめんどくさいんでやらないですけど、面分析の場合は SEMES のが便利ですから、時間もかかりますしね。だから面取るときには SEMEDX で取った方がいいかなとは個人的には思います。ではサンプルをまず EPMA で取って、でどんな物質が入っているのかを明確にした後に、SEMEDX に持っていって、それで測ると。で、装置に EDX がついているときにはそれで見ればいいですけど、こういうの装置はついていません。なので、2回に分けなきゃ、他の装置持っていかなきゃいけないです。まあ、めんどくさいですけどね。で、今回はそれは話はしません。線分析も、まあ、こう、順番に点々点々でやっていけばいいだけの話ですから。線分析好きな人もいます。断面のね、分布状況見たいときっていう時にありますから。で、次、定量いきます。で、定量いく前に、先ほど剃った、全部の状態を見れるやつを、開いておきます。このようにですね。で、キロボルトにしておきましょうか。で、どんな原子が、じゃあどんなものがディレクトされたかを見ておいてください。スカンジウムは入ってないですし、カッパーも入ってないです。これはね、SN 比が悪くて、見えてるだけです。他のところもないですね。例えば、SN 比のがいいやつ、もの、同じエネルギー範囲を見てて、いいのを見てると、見ればいいです。あ、ここに一字コブ書いてあるわ。リフレーションね。ごめんなさいね。これでやればいいわけですね。例えば、ちょっと話戻りますけど、こっちの画面にしようか。あ、なんか個人名が見えてるな。まあええわ。映ってたわ。活性化隠してたのに。ですね。まあいい。まあいいや。見ててもいいやもん。見えてますけど、まあいいです。あんまり気にしないでください。皆さん見なかったかもしれない。で、訴えないです。ですね。ここに一次項が出てます。Kα1 の一次項ですね。出てますね。で、8KV あたりです。で、Kα の二次項というのはこの半分の値になります。2次ですからね。この1次項だから8です。だから2次項だったら4ということになります。で、3次項だったらこれを 8を3で割ったところに出てきます。ちゃんと出てきますね。そういうふうになってるんです。で、カッパーだけじゃないです。いろんなものもそういうふうになってます。鉄とかもね。だから、どこかにどれかが見つかったら、分かりやすいのが見つかったら、それでそのエネルギーを何次項、次数、ね、何次項のやつかっていうので、計算すれば、すぐにどこに何があるのかっていうのを、ね、示していきます。なので、そうやってやってください。機械がね、うまくいかないこともあります。データが足りなくてね、この私がさっき最初間違えたように、リフレッジじゃなくて違うものをペットエッジにしたりとか。知ってるということですね。だから人間、私が間違えてそれを反映して機械が間違えてしまうので、全部こうやってまんべんなく、PET J、LD2、RIF H、TAP H とこういうふうにできた時には多分おそらくうまくいくと思います、ね。で、SL 比が悪い時には、間違えてピークとカウントして表示してること、カウントしてることがあります。気をつけてください。他のところ見たらないですね。これのエネルギーの、半分のところに出なきゃいけないです。本当にあるならピークがでもないと思います。3.2 いくつの半分のところ 1.7 とかのところに出てないですよね。あ、ちょっと見えないだけかもしれないですね。この場合は見えないだけかもしれない。ちょっと恐ろしさがありますね。で、他 の計画からのやつじゃなくて L 角のやつもないかどうかっていうのもチェックした方がいいですね。他のところでも見てもなかったらないってことになりますね。で、ここに一応、ディテクターで A ランクとか B ランクとか書いてあります。あ、これはありそうだとか、なさそう。次のありそうなのはこれだとかね。B ランクですから、まあ、カルシウムはちょっと覗いてもいいかな。スカンジウムが何で出るのかちょっとわからないですね。これは嘘だと思いますね。この、PET J を PET H にして取れば、出なくなると思います。分解の悪くても SM が良くなりますからね。まあ、そんな感じになります。で、定量分析するときには一応検出されたものを全部取った方がいいです。で、明らかにないと分かるものを除いてください。
で気になるときにはこれをペットイーツで通ってみて、ないかどうかですね。ちょっと待ってくださいね。私が前最初に失敗して通ってるのがちょうどありますね。運がいいですね。ペット H 見てみてください。ペット H と J は、H の方が分解の落として、強度を稼いでたやつです。これ見えてないですね。出てないです。この P は嘘だと思いますけど出てないですね。なのでいろんな分光結晶の条件とあとため時間をしっかりとってみてないかどうかというのを確認してください。ないですね。ここに出てますけど、表示は出てますけど他の分光結晶で言ったら出てないですね。ああ、うん、ここにもバリウムしか出てない。バリウムが出るのもちょっとよく分かんないですね。これは何か別、これは SN がたまたま信号強度来ただけということもあります。うん、ここには関ランクで銅があってランクがなってるんでちょっと嫌ですね。私は銅は銅の基板使ってるか確実なんですけど、どうしてもねこう分光結晶を変えたりとかため時間を変えたりとかしても出てくるときには使用作成の状態を疑ったりしてください。うん、で一応それでかありそうだとかいうときには定量分析の中に入れます。全部入れた方がいいです。カルシウムとスカンジウムはこれは多分嘘だということは他の分光結晶から見ても分かるので覗いてもいいです。こういうのをこういうのでも覗けない場合ね、あるとしか考えられない場合には残念ですけど定量分析に入れざるを得ません。全部ないとね過程が崩れてしまいますので、検出されたもの全部を入れてください。あ、もう一回ちょっとあれですね、やり直さん参考のために出してもらいたいですね。ここにね、で、定量分析のボタンを押します。定量分析するときはね、で定量分析もやり方は一緒です。定性分析とほぼ一緒です。まずはコメントでもう好きなコメントですね。もうテストこれ5回目だからここでいいです。で読み込みするといきます。もうほぼみんな一緒ですから、定性と定量も条件も一緒ですから読み込みするだけです。新版のときは詳細でもう一回セットしてください。で、この定量分析条件はもうほぼスキップしていいです。これ金属と雑光で十分ですから。で酸化物の時は酸化物にしてもいいです。で金属でいいです。で違うのをやりたい時には検力線法とか選べます。酸化物の時には、ね、BFO が選べるんですね。まあそれでもいいです。で金属です。であとちょっと詳細見ると詳細を見ることができます。押さなくてもいいです。どんな風に測定してるのかっても分かります。ピークのところを探知して10秒間測定したやつを使ってます。でバックグラウンドのところも、ってやってます。でね、どんな風になってるのかっていうのですと、例えばですねこんな風になります。ちょっと見えづらいかもしれないですけど、こんな風になってます。ピークをですね自動的にサーチして決めます。で10秒貯める。で5マイクロプラスマイナス5マイクロメートルのところをバックグラウンドして5秒貯めて、そこをバックグラウンドしてから信号強度するということになります。それはね、こういう風になってます。で、まあ干渉補正とかもいくつかありますんで、そこはマニュアル見てください。特にね、これで変えないでもいいです。前このピーク測定時間とバックグラウンド時間を増やしたことがあるんですけど、仕込み調整よりもおかしな値が出てきたりして、10と5っていうのはね、なかなかうまい具合になってます。うん、だから変更する必要は全くないですね。これはまだいいです。だからこれはね、変えなくていいです。ここをやってここやってここに飛んで飛べばいいです。でここはもう一緒です。定性分析と現在地の読み込み、スポットサイズ20でエンターで適用で、コメント入れた場合は入れておけばいいです。なくてもいいです。もうめんどくさいから入れてないですから。で、元素指定のボタンを押します。そしてここに元素指定できるやつが、元素指定でどこに指定するかっていうのが出てきます。で定性分析で検出されたやつを入れます。例えばカップでなんかね、バリウムがここにちょっと見えてるんですよね。ちょっと不思議なんですけど、バリウムなんか意外に見えてますんで、ちょっと不思議なんですけど、ちょっと入れてみようかなと思いますね。バリウム入れてみましょうか。ちょっとね、あるかどうか本当わかんないですけどね。なんか、SN としては否定できないんですよね。バリウム、って思うんですけど、出てますね。で、まあ、あとはここに書いてあるように
COP まあ入れてはね、あの0とか0で出るだけです。でここにたくさん同じところあるといい。あ、これ何、2個同じのが入ってますね。ちょっと消しますね。これ削除でやればいいです。これなんか私は間違えてるな。もう一回消しましょうか。もう一回消しましょうか。まずカッ C O リンね。であとカッパーとバリウムですね。今ここに出てるのね。でこれちょっと従ってみましょう。であと前か、前の時に出てたやつがありましたね。ちょっと見てみましょうか。前の時にはなんか変なのが出てましたね。これじゃないな、最新のやつか。最新のやつかな。あ、カルシウムとスカンジウムは出てるって書いてあるんで、ちょっとやってみましょう。スカンジウムとあとはカルシウム、まあこれで、ここだけがいっぱいあるんで、本当はねこうやってずらすことができます、違うのに。でもねデフォルトでやった方がいいかなとは思いますね、個人的には。ですね、チャンネルどれが強いかというと、チャンネル3とチャンネル4が強度は強くなりますんで、精度、あの強い強度が欲しいときはチャンネル3とチャンネル4にした方がいいです。だから量が少ないやつでここに強度が弱いじゃないですか。で強度が弱いところのやつを使ってるときにはこのチャンネル3とチャンネル4の方がいいです。チャンネル2で C になってるのはもうここに LD2 しかないからなんですね、結晶が。で1番と2番は H つかないやつ、3番と4番は H つくやつなので、強度強く出るんですよ。で強度を稼ぎたいか、それとも、強度はもういっぱい出てるからいいよって言ってずらすかなんですね。まあ多分ねここに出てないんですから、リンとかはね、どうなんですかね、ここに3番に出てないんで多分検出されないと思いますね。ああ、他のやつは出てるのか、まあいいです、ね、でこんなふうになります。でこれが終わったら分析すればいいです。で分析開始ボタンを押せばいいです。あ、エレベーターが出ましたね。バリウムがちょっとおかしいなということなのでちょっと消しておきます。うん、でまあバリウムなしにしておきましょう。で分析開始でこれでいいですね。でちょっとリアルタイム出てないので一回リアルタイムをします。でリアルタイムで出てきます。で、ですね、中身をチェックしてみれば分かると思うんですけど、ちゃんとあのこの機械ね、ピーク位置を操作してピーク位置を決めた後にピークを10秒でバックグラウンドをあの決めてます。これちょっと出てますね、これ対応してます。今ピークらしいなっていうところに置いてあって、ピークはちゃんとずれがなってます。ちゃんとピーク下のところにね、そこからバックグラウンドってっていうふうにはなってます。非常によくできてます、うん、で酸素のピークちゃんとなってやってますよって。で演算エラーが発生しましたというのは、ないからですね、検出されないので、ちゃんと溜めたら検出されなかったというわけですね。SN 溜め時間が悪いと SN が悪くてですね、ノイズが大きくて信号強度と間違えることがあるんですね。でこれこの雑踏の時にはちゃんと時間10秒というとすごい長い時間で溜めてますよね。なのでであとバックグラウンドもちゃんとそれぞれ5秒で溜めてますので、あ、よく調べたら、うん、やっぱり信号強度なかったよってなるんです。でそうすると、演算エラーとかになりますね。まあでもこれちゃんと動いてくれるので、いいと思います。今ちょうどこれ、うまい具合になってるかなと思いますけど、ああ、もう強度出てないなっていうのが分かると思いますね。今このサーチしてるところを見ると。ね、この辺りにピークなんてあるはずないですね。うん、こうなります。もう完全にピークは見えてませんからね。これね。これね、ピーク見えてませんからね。ああ、ほんとないんですね。SN が悪い状態で撮ってたから、あるように見えてただけで、ないですね。時間もかかりますから、ちゃんと何が入ってて何が入ってないのかって見極めなきゃいけないです。で、分析屋さんだけになってしまうと、大変なことになります。もう出てきたものを全部入れ込んで、時間かけながら測定するしかないですからね。で
本当に資料作成の時に入りそうだなっていうのを、ね、分かればそれでもう少し絞り込めるわけです。まあ1回目はちゃんと撮ってみるっていうのも手ですけどね、時間そんなにかかるわけじゃないですからね。まあでもこれないですね、うん、だからカルシウムもないです、これどう見たってないです。まあ、こういう風になるんだよって覚えてもらうために一応やってます、うん、で結果が今演算中なんでね、ザ・不幸で計算した結果が出てきますね。でアトミックパーセンジャーって出てきますね、うん、リンとスカンジームはちょっと出てるのが分かんないですね。でカッパ C が出てますね。 P とスカンジウムと O ですね。スカンジウムはもうリンとスカンジウムはあるのかもしれないですね。困ったなと、あまり否定できないですねここのところでは、うん、こんな風になります。サンプルを準備するときにちょっと問い合わせが汚かったのかもしれないですね。リンとかね、こういうこと、こういうふうにしてできます。でデータはですね、実は定量分析のこの1のところにもう自動セーブされてまして、特にいじる必要はないです。こうやって出てきますので、でもこれで使えばいいです。でもう一回定量したいなと思うときには場所を変えてやればいいです。分析のテスト6で、ちょっとさっきうまく見えなかったので、あ、ここに書いてありますね。ピークサーチ、バックグラウンドサーチが毎回実施になってますので、これが3となるようになってます。ね。毎回実施になってますね。まあ、これ変えない方がいいですね。だからさっきのように、ピーク位置とバックグラウンド計測、ちゃんと毎回実施してやってますよということです。まあ、ここに書いてあればいいですね。ちょっとこれが説明し忘れたので気になってただけです。で、まあ、これも、ザ・フォーでも出てますし、で、まあ、できるだけね、このやっぱり入ってないなっていうのをなくすと測定時間が短くできます。あとはちょっと入ってるんでちょっとわかんないですね。手袋、クリーン用の手袋についてたかもしれないし、サンプル取り扱いが良くなかったのかもしれないですね。まあ要因は出てくる要因のピークは全部入れないと座標の過程としては悪くなってしまうので入れなきゃいけないです。でまあ、こういうのが検出されたということは製造時に入っているのか、それとも我々の取り扱いでうまくいってないのかというのもよく考える必要があります。だから丁寧にサンプルを取り扱って測定しないと、あれこんなのあるのかなというのになります。で製造元がねちゃんと銅 の純度が 99.999 なんだとか言われると、あれじゃあ酸素はまあ表面から出てきてるのでしょうがないし、炭素もビーム電子ビームは積もっていくんで、まあ、ちょっとずつあってもしょうがないかなとは思いますけど、その他のものあるのはおかしいなとかねなったりします。人体由来だったりね、リンとかはね、スカンジンはちょっと分かんないですけどね、そうなったりします。なのでまあサンプルの取り扱いちょっとね私と取り付けが悪かったのかもしれないですけど、そういうのも気をつけた方がいいです。ちゃんと綺麗に取り扱って、しかもこれ十字は綺麗に見えるようにして、高さも大事ですから高さもちゃんとやるってことですね。でこれで終わりですね、うん、あとはこの幻想試験の時に、どこにするかですね、この色ついてるところには変えられますから、どれにするかっていうのもよく考えてやってください、うん、でここにちゃんとね分母結晶どれにするのか、ピーク位置どれになるのか、実数がどれになるのかっていうのもちゃんと書いてありますね。結晶面をどれで使うことになるのかって書いてありますんで、よくよくその定性分析で出たねデータを見ながら考えながら、どれに選んだらいいのかなっていうのを考えてもらえたら、で慣れてきたら多分おそらくいろんな登録条件変えられると思いますんで、登録条件変えて、それに適したものにするっていうのもあります。まあ基本的にはデフォルトで待った方がいいです。初心の場合はねデフォルトでやった方がいいと思います。こうやってボタンを押してって、こうやって自動で設定されるところにしとけば間違いないと思います。ね、最初は。で、もっと上手い人に聞けたら聞いてください。私はね、ちょっと勉強不足でここまでしかできなかったですね。これをね、ここにするとか、のがいいんだよとか、なかなかアドバイスは難しいですね。酸素強度低いから、まあ、チャンネル読んでいいかと思ったりしてますけど、他のがいいかもしれないです。それはね、難しいところです。
まあ基本デフォルトで使って慣れてきたら、他の先輩にもデフォルトで一応やってきましたけど、私いろいろ勉強してこう強度が強いから分解力取った方がいいんじゃないかなとかいうのをね、よく知ってる人に相談してください。でどんどん技能スキルアップしてください。であとはあのマリオ赤い、ま、あのブルーの分厚いマニュアル読む。そして、線分析とか面分析をするということです。面分析はお勧めしません。最初に言ったようにセム EX3 やった方がいいですね。やってもいいですよ。やりたければセム EX を持ってる人もありますからね、多いですからね、機関としては。でこんな感じですね。じゃあ定量分析はこれで終わりですね。